日本群馬県前橋市文京町文京町は群馬県前橋市の町名。文京町1丁目から文京町4丁目までが設置されている。面積は1.16平方キロメートル。郵便番号は371-0801。両毛線の南側に位置する。JR 両毛線を挟んで、北は本町、三河町、朝日町に広瀬川を挟んで、東は 天川大島町に、南は、天川原町、天川町、朝倉町と、西は、南町と接する。ケヤキウォーク前橋を中心にして、南部大渡り線沿いに、商業地があり、町域内には教育施設が、比較的多く立地している。1967年に、前橋市の中川町、天川町、天川原町、 高田町の各一部が合併し成立した地名である。文京町二丁目にはかつて旧大発車体の工場があったが2004年11月に閉鎖。その後地にユニー系列のショッピングモール、ケヤキウォーク前橋が2007年3月10日にオープンした。ケヤキウォーク前橋の各店舗の一つであるユナイテッドシネマは現在前橋市にある唯一の映画館となっている。町名は 地内に小学校、中学校、高校があることに由来する。また、この場合の高校は現存する、前橋清史両高等学校ではなく、同地に存在した、前橋高等学校のことを指す。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道駅はない。 国道は通っていない。県道は、群馬県道2号前橋立林線が通っている。文京郵便局東交差点の旧称、郵便局前交差点はかつて、文京町4丁目19番地にあった前橋、文京郵便局に由来する。前橋文京郵便局は移転し、現在は、朝倉町1丁目31番地にある。契約ウォーク前橋。ありがとうございます。